痩せるのはどっち？理想の体が手に入る失敗しない31の法則。突然ですが問題です。人間に絶対できないのはどっち？ A. 運動、 B. エラ呼吸。正解は B. エラ呼吸。人間には絶対できないことがあります。でも運動は当てはまりません。最近疲れやすくなった理由は？ A. 年を取ったから、 B. 動かない生活を送っているから。正解は B. 動けば疲れる？ いいえ、動かないから疲れるのです。運動不足が続くと若くても心肺機能、筋肉量、柔軟性の3つの低下が起こります。人間の体は置かれた環境に合わせて変化するという性質があります。普段から体を動かさないと、体を動かすことが必要な心肺機能、筋肉量、柔軟性が低下。年齢は関係ないのです。この動画の最後の問題です。一つだけあるならどっち？ A. 最寄り駅より一つ遠い駅から歩く、 B. 駅では必ず階段を使う。正解は B. 実は一駅歩くにはほとんどダイエット効果がありません。痩せない、続かない、その考え方間違っているかも。31問のどっち？に答え、楽しく覚えて、著者中野ジェームズ秀一さんのおすすめメニューにもトライ。今度こそダイエットを成功させよう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。